一瞬で太る最悪な朝ごはんトップ3。はい、マイナス10キロ綺麗に痩せる腸活ダイエット整体師の佐藤澄香です。ダイエットを成功させるためには朝ごはんがとっても大事。何をやってもたったの1キロも痩せないという方は、実は朝ごはんが原因かもしれません。そんな問題を解決、ぜひ最後までご覧くださいね。腸内環境を整えて根本的な痩せ体質へと生まれ変わることで、健康で綺麗に痩せて輝く女性を多く増やしていきたいっていう思いで配信しています。ぜひチャンネル登録していただきましてお役立てくださいね。では早速参りましょう。一瞬で太る最悪な朝ごはんトップ3。第3位はこちら、野菜ジュース。太るポイントはズバリこれ、糖質が高いからです。太ってしまう理由としては、朝起きた直後は空腹時間が長く続いた後になるんですね。そんな時に血糖値が急上昇するような糖質量の高いジュースを飲むと、あなたは朝から一気に脂肪を溜め込むことに。例えば市販の野菜ジュースは、残念なことに作る工程でほとんど栄養を落とした状態です。またたとえ砂糖が入っていなかったとしても、かなりの糖質量なんですね。私も過去そうでした。野菜ジュースを飲んでおけば栄養バランスも取れるし、お野菜も朝から取れるし、絶対にダイエットにいいと思って一生懸命飲んでいた結果、太っていました。そうなんです、健康にいいイメージがあるこの野菜ジュース、例えば1パック 200ml の野菜ジュースに含まれている糖質量は13から 17g と言われています。それはなんと角砂糖4個から5個分の糖質量ですから、ほとんど栄養がなくなっている糖質量の高い野菜ジュースを朝から飲むのは NG です。第2位はこちら、フルーツグラノーラです。これも私がよく食べていた朝食の一つなんですが、とにかく糖質量が高いのと、ついつい甘くて美味しいので食べ過ぎてカロリーオーバー。そうなんです、余分な糖質は脂肪を溜め込み、カロリーオーバーにつながるんです。例えばこのフルーツグラノーラの適量、ご存知ですか？1食分の目安は 50g と言われています。私は当時この3倍は食べてました。なぜかというと、バランスが良いね、栄養成分の表示があって、これさえ食べておけば朝からバランスが取れていいものだと思い込んでいたんです。プラス冷たい牛乳をかけて、お腹もキンキンに朝から冷やした状態、もう代謝も爆下がり。フルーツグラノーラたった 50g 食べただけで、なんと角砂糖の約10個分。朝ごはんはフルーツグラノーラで終わりという方は危険です。糖質をどんどん溜め込みますから、どんどんと脂肪を蓄積しているのと同じ。このように糖質量が高いグラノーラは血糖値が急上昇、もう朝から一気に脂肪を溜め込む道まっしぐら。なのでついつい食べ過ぎてしまう、こういった糖質量の高いフルーツグラノーラは朝ごはんには NG です。そして第1位はこちら、トーストになります。うわっ、私毎朝結構食べてるっていう方は要注意。なぜトーストを食べると太るのか、原因のワースト1位はこれ、あなたの腸内環境が乱れるからです。その理由ですが、トーストは小麦でできていますよね。小麦の中に含まれるグルテンがあなたの腸の炎症を引き起こすから。例えばトーストの中でも真っ白いパンのトーストってありますよね。あれは精製された後の小麦からできている商品です。そう、残念、栄養がそぎ落とされた状態のパンなんですね。加えて過去私がどのように食べていたか、それはマーガリンをたっぷり塗って食べていたんです。もうこれは最悪の組み合わせ。マーガリンは別名食べるプラスチックと呼ばれるトランス脂肪酸がいっぱい入ってる。また洋食のトーストなどのトッピングであるあるなのが、加工された肉ですね。ベーコンやソーセージなど市販のものは化学調味料や保存料などの添加物が盛りだくさん。そのようなものを食べ続けると、あなたは味覚異常になってしまって、ますます太るものがやめられない、止まらないの悪循環。そしてこのトーストも血糖値が朝から急上昇してしまう食べ物です。すると朝から一気に脂肪を溜め込むことに。ですからトースト含め、トーストに塗るもの、
おかずとしてトッピングするものは全て腸内環境を満たす食べ物です。ここまでこの動画を見てくださったあなたはもう腸活ダイエットの一歩を踏み出していらっしゃいます。この腸活ダイエット法で1ヶ月でマイナス3キロを達成した方が多く出ていらっしゃいます。腸活ダイエット整体師としてこれまで1万人以上の女性の方の心と体をケアした経験から、1ヶ月でマイナス3キロ、3ヶ月でマイナス10キロ、余計な不定愁訴、頭痛薬とも卒業、私もダイエット卒業したいという方はこちら無料の LINE 公式から腸活ダイエットの具体的な方法を動画4本プレゼントしております。ぜひ受け取ってくださいね。受け取り方法は動画下の説明欄のリンクからどうぞ。では今回の動画のまとめです。1、血糖値が急上昇するような食べ物は避けること。2、朝から痩せるためにはしっかりとタンパク質を摂取することが大事です。3、偏らず腸活メニューですね、食物繊維や発酵食品などバランスの良い朝食を取り入れていきましょう。今回の動画のお話は以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録していただけますととっても励みになります。また実際に取り組んでみたやおすすめのレシピなどありましたらコメントでシェアしてくださるととっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。おまけです。朝からとにかくしっかりタンパク質を食べてくださいね。1食あたりのタンパク質量摂取する目安はこの手のひらに収まる程度で OK。 朝は忙しいっていう方はまずは納豆1パックやゆで卵1個でも OK です。できることからスタートしてみてくださいね。